ここよ、ここよ。オーケー、こういうことよ、みんなわかる？バキュンバキュンのレジ君です。ということで皆さん聞いてください。新しい武器が2つ追加されました。その名もスティッキーグレネードランチャーと EMP グレネード。まあ2つともね、今までのフォートナイトにない全くもって新しい武器となっておりますので、早速レジ君探偵団調査していきたいと言いたいところなんですけども、人が多すぎますね。入手方法は簡単です。頼む、頑張れ。ちょっと待って、これマジ頼む、頑張れ。ガッガッ、終わった。今までありがとうございました。入手方法はこちらですね。あ、出ました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 。僕の感覚ではね、この強盗バッグから出るイメージなんですけども、なかなか出ませんね。よろしい、ならば金庫の中に絶対あるんだろう。どれ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 、いきまーす。来た来た来た、来ましたよ皆さん。シールドブレイカー EMP、 見てください、この見た目。あー、持ち方、はーい、かっこいいです。ちょっと待って、この辺軽く開けるね。うん、特に目ぼしいのはありませんでした。ちょっと説明見ましょうか。まずシールドブレイカー EMP、 着弾時に妨害 EMP を発生させシールドにダメージを与える、なんだって、とともに範囲内の電子機器を一時的に無効にする、足元に落とさないように。はーい、わかりました。自分も食らうんですけど。皆さん見ましたね、今80ダメージですよこれ。おい、絶対さ、建築貫通するじゃんこれ、やりてえ。実際に使ってみたいと思います。レッツゴー、いった、何それ、めちゃ痛なんですけど。レッツゴー、え、ちょっとよくわかんないっすね。せーの、えい、え、どういうこと、え、どういうこと、なんで、ちょっと待ってよ、ちょっと待って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 、それ納得できないっすね。これはシールドがないと何も役に立たねえってことか。おい、持ってるじゃねえか新武器。まだまだ EMP グレネード調べますけども、見てよ、スティッキーグレネードランチャー、付着するグレネードを発射するタクティカルランチャー、4発も撃てますよこれ。まあね、私一度大群ラッシュで使用しておりますので、まあ、どんな感じなのかはまあ正直言って分かってますが、バトロワで使うのは初めてじゃねえということで、ちょっとぶちかまそうぜ。どっかいねえか、俺のスティッキーを。スティッキースティッキースティッキー65、うんうん、どう、みんなどう、4発連続で爆発物を撃てる、そういう点では強いでしょう。ただ65ダメージ、まだまだ検証が必要ですね。引き続きちょっと検証していきたいと思います。完全にあり合ってますねあそこ。せいせい、うわー、ごめんねー、まだいるの、びっくりしたびっくりした。ちょ待ってちょ待って、新しいのある、新作来た、新作ゲット、どこいる、あの裏どこ、あ、見えた見えた見えた、見てください見てください、これスティッキーからのスティッキー。いやー、逃げられちゃった、強くないか、みんな見た今の。これはですね、まず隠れてるのでこの辺に、うわー楽しい、うわー強くないかこの武器、スティッキーグレネードランチャー、完全に気に入りました。なぜならね、着弾から爆発まで早い、いきますよ、12秒後に爆発、そして今みたいにこんな隠れてるところにも当たっちゃうわけなんですね。え、俺なんか今めっちゃ下打ちみたいな感じになっちゃった。違う違う違うよ。そしてね、スティッキーグレネードランチャーは金色もありますので、宝箱とかから出たらいいんだけど、そんなうまくはいかないよ人生。どっちもいらねー、荒らしておくか。やっぱね、 EMP グレネードはね、こういったバッグから出やすいと思うんだよね。あ、スティッキーランチャーもね、スティッキーランチャーが出たということはキットのショックウェーブが使いやすくなったってことだよね。 EMP を探しに行こう。ティーン、スティッキーグレネードやっぱ結構雑に打っても当たってくれますね、強いぞこれ。おっと、見てください、鍵でも買えるのね、スティッキーランチャー、いいね。 EMP も探したい。あそこに BOT がいらっしゃいますので、ちょっと直当てしたくね。待って、ちょ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 、すげえよ、やっぱ雑に打っても当たる、10ダメージ、直当て10ダメージだから、待って、なんか来てますよ、どっから撃たれてんだ、強いんだけども向こう。ちょっと待って、 EMP グレネードあるから、これちょっと使いたいよね、一発、一回身をもって経験してみようかな。いきますよ皆さん、 EMP グレネード、ちょっと待って、建築越し誰か投げてくれないか、あ、上に投げればいいんだ、いいこと考えましたね。いきます、せーの、あ、違う、あー全然強くなさそう、待って、戦ってる、上だな、ちょっと待って、でもどれくらいなのかも気になる、70ダメージね、でシールドは削られない、皆さん分かりましたね、そういうことです、シールドは削られない、
皆さん分かりましたね、そういうことです。この辺いますね、ちょっと雑に打ってみましょう。うん、建築破壊力はそんなあるっていう感じでもないかな。そしてリロードもまあまあまあ一発ずつ込めていく感じ。いいよ、入り込み狙えるんじゃないか。もうあ、いいね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 。でちょっと雑に打って、はいはいはい、完璧キングじゃない、完璧キングじゃない。この武器俺めっちゃ好きだわ、スティッキーグレネードランチャー。来るぞ来るぞ来るぞ、やだ。あれ待って、やってほしい、これ貫通してる、貫通いって。スティッキーランチャーが強いのは十分分かったよね。この EMP をとことん使いたい。まずタレット、はいはい、お疲れ様でした。え、これいつまで続く、これ無限に続きますか。ずっとビリビリしてるよ。え、無限に続いたら強いね。これ最初結構これチリツモで痛いからね。え、マジ無限じゃないか。完全に俺がイカれさせちゃったってわけだな。 OKOK、 オッケーオッケー。あとはちょっと貫通するかだよね、プレイヤーに向かって。そこめっちゃ大事じゃない。これってさ、車もダメになっちゃうのかな。一応車もね、電気制御ですので。あー、無効になったら、なんかいろんな使い方がすごい想像できる。え、無限に無効なのかな。え、ちょっとくないかこれ、かっこいいし、何よりもイカ槌をまとったスカルトルービー。あー、治りましたね。はいはい、一時的に無効と書いて、まあ、書いてあったね最初から。 OKOK、 あとはプレイヤーにぶち当てたいね。何回も言うけどさ、この持った瞬間この1回転、あー、おしゃれだね。おしゃれだね。ここにいい被験者が、びっくりした、いい被験者がいるじゃないか。ちょっと待って、建築越しにどれくらい使えるのかって話なんだよね。ほっとくんだよねこれは。あー、当たった音はするけどもダメージが入った表記はないんですよね。ちょっと待って、建築越しにやろう。いきますよ皆さん、ここワンボックスね。あー入んないっすね。あー建築越しにはダメか。いや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 、皆さんせーので言いましょうか。せーの、せーで、建築越しで使えろ。なんか範囲もしょぼくね。スティッキータイム。これってさ、この貯蔵品なんかも無効にできるわけだろ。もちろんな、電化製品を無効にするわけだろ。あ、電化製品じゃないね、もちろんスティッキーグレネードは。ピョン、だから何、次の検証、自分が仕掛けたビジネスタレットを無効化する。まあそんなアホはいないと思うけども、やってみよう。あー、かわいい、なんか生き物みたいですげーかわいかったよ。こんな感じだったよね、こんな感じ、マジでこんな感じだったよ。結構長い間ダウンしてるんだね。いきますよ、せーのでシンクロエモートするわこいつと。せーの、チャンネル登録高評価よろしく。レッツゴーボーン。ほうほう、なるほど、フロア沸きもしてるわけですね。金のスティッキーランチャーもね、見かけたんだよ。どこだ？ってかさ、みんな気になってると思うんだけども、リブート版は無効化できるのでしょうか。3、2、ちょっと待って、場所大事。バッテリーどこだ？前かな？番だから前。元気でーす。皆さん見てください、こちらにラジオがありますね。これ誰がどう見ても電化製品です。いきます、止まります、ラジオ止まれ。元気でーす。スティッキータイム。結構まっすぐ飛んでくれますね。えらいえらい、えらい武器と呼ぼう。これ圧かけれるし超最高じゃないか。木の建築なら一瞬よ。はい、せーの、せーで、ごめんなさいです。スティッキータイム。うわー、全然立ってない時だと一発で壊れてくれますね。痛すぎる。いやー、これ撃たれたら結構嫌な武器ランキング上位を占めてますね。リロードがちょっと長めではありますけども、すぐに4発当て、2回当てちゃったら、あー、もうロー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 だけど、アン違いなのよね。無理していく必要はないからね。えいー、いー、やな、やな武器だねこれ。あっちゅう間に弾がなくなっちまった。最後ビクロイするときに使おうかなと思ったんだけど、やだ、これはちょっとやばいっすね。あ、こんな気持ちなのね、ごめん、もう絶対やらないわ俺、絶対にやらないわ。逃げろ、食らったんだが。まずいぞ、このままだと EMP グレネード最弱なので、どうにかして強い使い方がしたいけど、食らってんのかちょっとよくわかんないよね。例えばだ、ボスなんかシールド多いからよ、ほらよほらよ、え、
ショットガンの方が強くねー。ああいうところいいんじゃないか、隠れてる場所。いいよ、ダメージ表記が出てこないのよね。どうなってる今。あ、見てください皆さん、ステッキーグルネードランチャー金色です。ダメージ、80ダメージからの紫が75ダメージ上がりましたね。グレネードランチャーって2丁打ちできるのかな。いきます、せーの、はい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 。あ、強いっす、めっちゃ強いっす。これ2丁持ちでいきます。隠れてそうな場所に EMP。 え、ちょっと待って、で全然ダメージじゃん、かかってこいよ。はい、来ますよ皆さん、来ますよ。来たところに1、2、1、ちょ待って、1、2、いやー待って、切り替えが下手すぎた。いるねー、こういうところで。はい、いいんじゃない、いい。これは昔ながらのダブルグレネードポン、ダブグレポンだっけ、名前の呼び方忘れたけど完全にそれだったね。問題はこいつよ、 EMP ブレイカー、いいとこ見せてくれ。 EMP 行きます。結構適当に投げても、いや音はするのよ、音はするけども、それ以上の結果は残してくれないんだよな。あれかな、シールドはないから音だけ鳴るんだけどもダメージはありませんよ、ペペペみたいな、そんな感じなのかな。やべ、来た、危ね、使うぞ、いけ、はい、終わった、いける、ここ、何してんねん。来た、金色売ってるぜ。もう悪いけども、前出すのドラムガン捨てちゃいます、さよなら。この距離からでもさ、あそこ当たるのかな、結構落ちますね。ということは上に向いて撃てば、あー途中でなんか花火みたいな感じになっちゃってましたね。見せてやるぜ、ダブルグレネードランチャーの力、いきます。待って、え、ちょ、行っちゃった、いました、あちらが私の餌食となる。ちょっと距離感がむずいのですが、ああたまない、結構嫌な感じ。いって、あー終わった、 MK7 強すぎなんだから。 I'm back man。 いった、撃てい、あんだけ強いプロモソプレイヤーにもこのダブルグレネードランチャー買ったら勝てるんですわ。100人いたらきっと100人が負けると思ったシーンでしょう。でも勝つんです。なんで勝って、グレネードランチャーがあるからね。いました、皆さん見てください、あちらです。これを、待って、あっちは仲間にしておきたいな、あの MK7 がやばいからな。痛すぎるな MK7、 あれはダメよ、あれは本当にどうにかして落としたいな。落としてしまったらもう俺のものなんですよ。来た、ここよ、 OK、 こういうことよ、みんなわかる、あんだけ MK7 でイキリ散らかしてたやつも一瞬で解きましたからね。ありがとうスラップジュース、これ僕のために持ってきてくれたんだよね。いいですか皆さん、この MK7 なんかいらないからね、大事なのは2つのスティッキーグルネードランチャー、これだけです。最後でこれ使う、 EMP シールドブレイカー、出番を出したいね。いきます。いやむずいのよね、当てるのがね。ただ上さえ取れてしまえば、あとはこういうこと。何が起きてますか。ただ相手はビビってますね、確実に。いやーワンボックスなのよ、もうワンボックスはこれだからね、これですから。僕がね、飛ばれました、投げます、いいんじゃない。でワンボックスと思ったらこういうことですよ。はい、どう、ダメね、 OK、 ダメ、 OK、 いいよ、飛んでった、ない、ミスった、やべ、かなりまずい、やめてください。やだ、うまいよこの人も、やばい、素材がなくなった、やめて、全ては EMP が悪い。